お久しぶりです。ビデオゲームズです。昨日ですね、牛太郎がついに実装されまして、で昨日一日牛太郎触ってみたんですけど、まあコンボ練習したりオンライン対戦してみたりで、まあ感じたこと分かったことをちょっとお話ししていこうと思います。まずはじめに牛太郎の強いところを簡単にお話しすると、自分が思うのは3つあって、1つ目が毒、まあ、毒持ちってとこで、技、特殊技、奥義、すべてに毒の効果がついているってとこですね。で、二つ目が攻撃力。毒持ちってことで攻撃力下げられるんじゃないかなっていうふうに思ってたんですけど、割と攻撃力も出るんで、火力も普通に出せるんですよ。火力は申し分ないですね。で、三つ目が特殊技2の曲がる飛び地釜。これがめちゃくちゃ強いですね。この技を使いこなせればかなり勝率が上がると思います。ちょっと後でまた詳しくお話しますね、これは。で次に弱いところなんですけど、まあ弱いところも3つ挙げるとしたら、まあ1つ目は鬼に共通していることなんですけど、体力の低さですね。まあ牛太郎もね、防御力が低くて、まあ HP が低いってことなんですけど、まあなんですぐやられちゃいますね。油断したらオンライン対戦とかしてたら簡単に6割とか普通に持ってかれちゃう時あるんで、まあその分解放で回復が続いてるんですけど、まあ防御力は低いですね。で2つ目が飛び道具がない。まあ飛び道具一応特殊技ゲージで使えるんですけど、特殊技ゲージを消費しないと使えないんで、技で、飛び道具が欲しかったんですけどね、あればよかったんですけど、この技位置の差、血気術飛び地釜か、これが飛び道具だったらってことですね。赤座のさ、空式みたいな感じで、これが飛び道具だったら強かったなっていう風に思うんだよな。っていうのはさ、まあ、飛び道具、まあ、さっき言ってた曲がる飛び地釜があるんだけど、これね、普通にね、飛び道具一発で消されるのよ、打ち消されるのよ。そう、こっちが特殊技ゲージ1本を消費して飛び地釜出してるのに、例えば赤座だったら赤座の空式一発で飛んじゃうのよ、消滅すんのよ。割に合わないんだよな、ちょっと。しかもすさまるのマリでも試したんだけど、すさまるのマリでも飛んでくのよ。どんだけすさまる強いねんって話なんだけど、だからこっちがね、特殊技ゲージ2本とも消費して2発撃ったとしても、すさまるの四角ボタン連打で消えちゃうのよ。そう、だから飛び道具がこれしかないっていうのがな、ちょっと物の足りなさを感じたんだよな。そこは弱いテントとして挙げさせてもらいました。だからこれが飛び道具だったらなっていう風に思うんだよな。で最後3つ目が、もう1個の特殊技の潜在旋回飛び地釜の方ですね。まあ、これ発動するとアーマーついてて、で周りに飛び地釜を発動させるっていう、ちょっと範囲の広い技なんですけど、これがね本当に使い道がなくて今のところ。っていうのはアーマーは一応ついてるんだけど、出始めは多分ついてなくて普通に攻撃食らったりするんですよ。出が遅くて、で食らっちゃうし、しかもこの技当てても相手が吹っ飛んでくんで、ここからコンボにもいけないんですよね。でまあ攻撃力もそこそこなんで、使い道あるかなって思うんだよな。今のところないんだよな、使い道が。これ使って相手の攻撃反撃するぐらいだったら、和田さんのバッコ長領、これも無敵ついてるんで、こっちで反撃した方がいいと思うんだよな。これだったら技ゲージ1本で済むんで、でこっちも一応回路のタイマーだけどコンボにはつなげられるんで、特殊技ゲージを消費してこっちを出すぐらいだったら、バッコ長領を出した方がいいんじゃないかなって自分は思うんだよな。そうだから特殊技位置の使い道がないってところ牛太郎の弱いとこ。まあだけどこれ裏を返すと、この特殊技2が強すぎるってことだと思うんだよな、多分。特殊技2がね、これめちゃくちゃ強いんですよ。でちょっと長々とお話ししたんですけど、今回はこの飛び地釜、曲がる飛び地釜の動画です。で牛太郎なんですけど、まあコンボとか普通練習するじゃないですか。コンボとか練習すると思うんだけど、多分牛太郎を使いこなそうって思うんなら、コンボは別に適当にやってても繋がったりするんで、コンボよりも飛び地釜の練習をした方がいいと思うんだよな。飛び地釜の練習って何って思うんだけど飛び地釜はね、結構練習すると変わるんだよな。まあ牛太郎のコンボはね、なんかどっからでも繋がるんで、適当に動かしてれば割と火力も出るんで、こうやってだから別にコンボはね、適当にやってればいいと思うんだよな、こうやって。コンボは結構どこからでもつながるんで、なんかネズコみたいな感じじゃなくて、結構
多彩なコンボルードがあるんで練習する必要はないと思います。まあ、練習した方がいいんだけど、コンボよりも、飛び地側の練習をした方がいいと思います。でそれをちょっとお話ししていきますね。で飛び地側をまず簡単に説明すると、特殊技ゲージを1本使って発動できるんですけど、でこれ発動すると1回止まって相手のとこに自動追尾して攻撃するんですよ。またこれでこれね、これ 2P をね赤座で自分で操作してるんだけど、コントローラー2台持って、例えばこう持ってこう動いてたら、ほら自動追尾して当たるのよ。これがめっちゃ強い。こう避けたと思っても、ほら勝手に追尾して当たるのよ。これがこうね、こう避けましたほら面白い。このもう画面から消えてるんだけど、画面外から飛び地釜が襲ってくるのよ。これがめっちゃ強いんだよな。でこれの練習が何っていうことなんだけど、まずはじめに相手に向かって飛んでくんだけど、これガードすると消えるのよ。普通にガードすると消えちゃうのよ。そう、これガードすると消えちゃうんで、このいかにねこの相手の背後に飛び地釜を回り込ませるか、この状態を作れるかってことなんだ。そう、面白い。この状態を作るには、一つは相手を、まあ、ダウンさせた後に、ああ間違えた相手をダウンさせた後に置いておく、すると背後に回り込める面白い。でこれね、相手がダウンしてるところに打つと消えるのよ。ほらこのダウン中の相手の判定を拾っちゃって飛び地釜消えちゃうんで、これがダメな飛び地釜ね。でいい飛び地釜がこのパターン、いかにね飛び地釜を相手の背後に回り込ませるか、ね、これが重要。飛び地釜を置いた数だけ強くなる。飛び地釜と一緒に戦う感じ。そう、あこのバッコ超量の跡とかいいかもね。あとねこれね、飛び地釜ね、実はね2個が限界じゃなくていっぱい出せるんですよ。2つ出してで解放してさらに2つ出して、ほら面白い、いっぱい出せるのよこれ。まあ、だから出そうと思えばね、マックス6個まで仕掛けられるっていう話ね。これ解放して、で全解放して、やばすぎるこれ。飛び地釜の数だけ強くなるから、牛太郎は。飛び地釜ね、これガードブレイクにも結構使えて、ガードされたとしても4発でガードブレイクできるんで、飛び地釜3発と、ダッシュでも壊せますね。ガードも結構されにくいっていうね。でこれガードされた時もう1個あって、こうガードされたとしてつかみ技も当てれるっていうね。飛び地釜の弱点として、この投げ技とかさ、あの演出が入る攻撃に入ると消えちゃうんですよ。こういう演出入る攻撃が入ると飛び地釜消滅するんで、飛び地釜は開放全開放含めると、4つ6つ置けて、 でも置いてる間はほぼ無敵状態で、普通に当てても強い、普通に当てても相手がダウンするんで、それを見てからコンボに繋げられる、そこからもコンボに行ける。この追尾性能が半端じゃないと面白い。やばいよなこれ、画面外から飛んでくるの
でここから反撃してほらこれ強すぎるよな、普通にランナイで。まあ、ただ投げ技とか演出の入る攻撃が入ると消滅しますよってことと、あとはもう一個あったのが相手の飛び道具で消滅します。普通に打ったとしてほら赤座の空式で吹っ飛ぶっていうね。赤座の空式は技ゲージ1本で最大6発まで打てるんだけど、それに負けます普通に。ほらこれがな、だから飛び道具持ってる相手には多分通用しないんだよな、打ち消されちゃうから。打ち消されるっていうかむしろ負けてるからね完全に。例えばこうやっていっぱい出したとしてもほらこれがな、技ゲージ4本使って赤座の空式一発で負けるっていうね。これがね、だから飛び道具欲しかったんだけど、牛太郎は飛び道具ないんだよな。だから飛び道具ある敵、まあ、主に鬼に対してはこの戦法あんまり効かないのかなっていうふうに思うね。相手を一回触ってダウン取って後ろに設置するのがいいかなって思う。普通に使うよりかはこっちの方がいいかなっていうふうに思いますね。ダウン取ってあーこれは失敗、これは失敗パターンで、飛び違うと一緒に戦う。このパターンなら当てれるんで、普通に多分サマルとかヤハバとか、まあルイもそうなんだけど赤座とか飛び道具持ってる相手に対しては多分普通に使うと打ち消されちゃうんで、これはちょっと特殊技ゲージがもったいないと思うんで。はい、いかがだったでしょうか。まあこのね、龍太郎実装されてまだ間もないんですけど、飛び地釜をね極めればかなり強いんじゃないかなという可能性は今感じております。しばらく牛太郎メインで遊んでいこうかなっていうふうに思います。まあ火力も出るし、まあ、攻撃も素早くて防御力も低いんだけど、まあ、スピード感があって好きですよ牛太郎の戦い方は。なんか牛太郎面白いですね、まあ、これからしばらくまた牛太郎を使っていこうと思います。ご視聴いただきありがとうございました。さよなら。みっともねえな、勝負終わり。よし、任せろ。勝負終わり。それじゃ。そこまで。